気になる部位ほとんど使うことができますので、動画を見ながら一緒にやってください。体の前面っていうのは使いすぎていて、体の背面というのは弱っています。前側をまず伸ばしていくメニューを紹介します。膝ついた状態で足を開きます。足同士はひっつけてカエル足を作ります。お尻が後ろに出ないようにお尻を前に出して、腹筋を使いながら倒れて戻ります。行きましょう、スタート。できるだけ倒れたら帰ります。しっかりお腹に力を入れてください。息吐きながら、お尻が出ないようにしっかり倒れて OK です。今度は手も足も伸ばして体をしっかり持ち上げて、ここで揺れます。背面全部使いましょう、スタート。こういう感じです。しっかりね、弱ってる背中、背面しっかり体を反らして、しっかりね、弱い部分を使いましょう。くぅ、OK、 ゆーっくり腰からゆっくりついてください。起き上がるときは勢いよく降りることだけ意識してください。20秒いきましょう。ゆっくり腰からつけていく。起き上がるの勢いよく、また力入れたままゆっくり降りることだけ意識。OK です。肘の位置を変えるだけでレベルを変えることができます。初級の方は肩の下、中級の方は少し前、上級の方はもっと前。めちゃくちゃお腹に効かすことができます。あまり息を止めないように注意です。それではいきます、スタート。これでキープ、すでにきつい。あー、中級の方頑張って、めちゃくちゃきつい。キャー、お尻締めて、あと5秒。オーケー、キャー、これはきつい。いやー、あんまり肘前に出すとちょっと腰痛い方がね出てくるかもしれません。初級の位置でやってみましょう。それでは2セット目いきます、スタート。このね、初級の位置の方がお腹に効く感じがあるかもしれません。しっかりね、お腹を引っ込めて、お尻を締めて、キープ。あと5秒。OK。 いやー、ラスト、スタート。お腹がプルプルしてる方はよく効いてます。お尻をしっかり締めて、少し OK。 脇の下に手をついて体を伸ばしてキープです、スタート。これでしっかり体を持ち上げてキープです。もしこれでも楽だよって、もっといけそうだよって方は足の甲を床つけて体を上げてください。これでさらに体の前もも、使いすぎてる腹筋が伸びます。手つらいよって方はね、降りてください。できれば肩甲骨も寄せてください。はい、 OK です。はい、そのままうつ伏せになって寝ます。足肩幅です。手前伸ばします。左右対称に手足を持ち上げてください。スタート。これでしっかりね、体の背中全体を使うことができます。手足は上に上げるというよりは斜め上に伸ばす感じです。背中をしっかり鍛えると姿勢が本当に良くなります。腹筋ばかりやってる方はこういうのをやってください。はい、 OK です。はい、今度は今のを四つん這いで行います。背中が反れないようにちょっと腰を丸めて、手足をピンピンと遠くに伸ばす感じです。手足はまっすぐ揃えてください。親指上向けます、スタート。こういう感じです。気持ち一回止まります。ピタッと止まって戻ります。
手と足がまっすぐになるように。上に上げるというよりは遠くに伸ばすイメージです。あと少しです。はい、 OK。 今体の背中側をしっかり使いました。この割合に対して体の前を1回だけ使います。手足楽にして体を持ち上げて止まっときます。首の前側が辛かったら何度か降りてください。できれば頭はあまり起こさずに上を向く感じで体を持ち上げてください。スタート。こういう感じです。スマホ見ながら腰とお尻だけ床についてる感じです。つま先少し開いておきます。これでキープ。ちょっとね、首とかが疲れるかもしれませんが、何度か頭を下ろしてもいいです。できれば体を少し持ち上げてください。これでね、体の前、腹筋ちゃんと使えてます。しっかり胸を張るといいですね。はい、 OK。 お疲れ様でした。